はい、やってまいりました。やばすぎる仮面ブックメーカー投資の検証でございます。はい、お疲れ様です。本日の3級ベットの結果報告です。3705円のプラスでした。もう対象試合がないので、その中でもピンポイントの条件に当てはまるものを選びベットしました。ただオッズが低めなので、投資金額を上げてベット数を下げました。でも結果はいつもと同じような金額になりました。ああ、結構上げてますね。3900円と1万3000円と6500円で、ここは上げてますね。上げてて、まあちょっと軽く取ってる感じでね。これはまあまあ取れてますね。はい。ということで、もう、これが11月27日なんですけど、今日で多分試合がほぼ終了ということなので、まあ今後この検証動画どうなるかわからないですけど、多分おそらく今日がもう潮時かなというところでございます。ただまあ現状として今ずっとやってきましたけど、これ52回目ぐらいですかね、多分。53回目か。多分この前取引できなかったんですけど、まあ、1日もマイナスは出さず、やってきております。だからこれ100回連続とか、マイナス出さずにいけば、まあ、なかなかファンキーなんじゃないですかね。まあどこまで、プラス収支ずっと続けられるのかも僕も見守っていきたいと思いますけど。で、あとですね、まあちょっとこれは、別件でちょっとお問い合わせいただいていて、なんかこの検証動画のこれが、なんか加工してんじゃねえかみたいな、お問い合わせいただきました。加工してんじゃねえかと。で、僕、そのお問い合わせいただく前に、結構前の動画なんですけど、まあ僕からもツッコミを、多分そういう質問が絶対来るだろうな、もしくは見ていただいてる方が、どうせ、なんだ、なんか加工してんじゃねえかって思って見てると思う。それは知ってるんで。だ、僕はですね、この、なんだ、これに関しては、量で攻めたいと思います。要は、じゃあこの検証をどれぐらい続けられるかっていう。じゃあ他の嘘ついてる人たちって、売るときだけじゃないですか。売った後もずっとやっていきますから、これも販売していく予定なんですけど、売った後もずっともうやり続けます。何年でも。仮面さんが死ぬまでというか、ブックメーカー辞めるまでずっと僕は検証したいなと思ってますし、まあ、仮面さんもまあ頑張りますって言ってくれてるんで、で、僕はですね、仮面さんのこと一応、僕の塾生でもあり、あと他のその心塾っていうのも入っていただいてるんですね。だから2つ僕の塾入っていただいてて、まあその全くゼロベースの時から僕はずっと知ってるので、どういうふうになんだ 成長してきたのかっていうその工程も知ってますし、今までいろいろアドバイスしてきたので、まあ嘘をつくってことはないと思いますけどね。まあこの辺は仮面さんの見解をちょっとまたお聞きしたいなと。なんかそのお問い合わせでね、来たんでね、仮面さんの見解を。まあ以前僕が悪ツッコミで、これなんかいじってんじゃねえのみたいな動画作ったら、まあそれに対してのね、見解いただきましたけど、まあまあしょうがないでしょうね。ここまでやっぱまあずっと勝ってると絶対思いますからね、みんな。なんで僕は来年から実際僕はこの違う撮り方ですよね。要はもう全部見せる動画をちょっと撮っていこうかなと。だからビデオカメラ回して、で、僕がベットしていくっていう動画を撮っていこうかなと。これプラス、じゃあこれを実際僕がやってどういう結果になっていくのかっていうのをダブル検証ですね。僕もやって、仮面さんからも結果報告いただくというのをちょっとやっていこうかなと思ってます。僕も来年からやって、そうすればもういいじゃないですか。どこでベットすんのかとか全部見せますよ。だからなんか思うんですけど、まあいいや。まあ、300回取ろうが、1万回取ろうが、信用しない人は信用してないと思うんで、僕はそれでいいと思います。だから信用していただいてる人だけに、例えばその今ビットコインもとかもそうなんですけど、うさんくさいと思って今100万超えてるっていうのが現状じゃないですか。だから信用して、信用というかね、最初に、入れた人はもうめっちゃ儲かってるっていう事実があるわけじゃないですか。だから僕は信用してくれてる人だけにこれはご提供したいなと思ってますので、ね、これはもう間違いなく仮面さんは加工してることはないと思いますし、あとはプラス、
まあ、そうは言っても、まあ、見ていただいている方の不安もあると思いますので、僕の方も来年から、365ベッドをやるというのをちょっと決めてますんで、はい。まあ、その動画も楽しみにしててください。まあ、僕もね、他の仕事があるので、まあ、一概にはその全部じゃあちょっとできるかっていうと、多分最初練習しないとダメだと思うんで、なんだ、なんかブックメーカー365だけっていうわけにはいかないですから、他にも僕業務あるんで、まあ、それもやりつつ、隙間時間にやったら、その隙間時間にやったやつを動画で撮ってアップしていこうかなと思ってます。はい。まあ、どしどしですね、これが怪しいっていうことであるならば、どんどん突っ込んでください。どんどんウェルカム。あとは、まあ、ちょっと日程が合えば、まあ、来月ですね、仮面さんの博多いてるので、博多に会いに行って、まあちょっとお酒でも飲みながら一緒になんか対談セッションしていこうかなというのもちょっと僕の中で計画してるんで、まああとはまあ信用していただけるかいただけないかっていうところです。僕はまあ仮面さん、お客さん、まあ2つの塾入っていただいてて、その全くゼロベースからずっと僕をアドバイスしてきた塾生さんなんで、いや、逆に僕、仮面さんに裏切られたら、僕、もう立ち直れないですね。仮面さんに裏切られたらね、ちょっと立ち直れないですね、ここまでやって。これ全部嘘でした、吉谷さんみたいなね。いや、それはちょっとね、もしそれだったら僕、もう人間不信になりますね。もう誰ともジョイントしないみたいなね。まあ、それはないと思いますけどね、亀井さん、どうなんでしょうね。そういう意見が今上がってきてるんで、なんか画像で加工できますよみたいなね。なんかヒストリーを見せてくださいみたいなの来てました。ヒストリーかな？ストーリーを見せてくれみたいな。なんか僕もね、ブックメーカー詳しくないんでよくわかんないですけど、その人はなんかブックメーカーやってるっぽいんですよ。で、ブックメーカーやってて、で、あ、ちょっと待って、メールちょっとお問い合わせのちょっと、少しお待ちください。はい。ちょっとメールの方を探してきまして、お問い合わせの、PS で、鷲津さんの商品ですが、ヒストリー画像の場合は修正可能なので、YouTube のヒストリー画像は、だいたい修正して良い結果のみ紹介してるはずです。してるはずですと。良い結果だけを紹介して、負けてるやつは出してないと。信頼度が極端に下がりますので、これまでのヒストリーを動画で紹介していただけないでしょうかと。あ、これはね、僕ね、ほんと、鷲津さんの、なんか、一緒に、鷲津さんのとこ行って、僕がビデオカメラで、なんかその、取引結果なんですかね。あれを全部、なんか動画で撮れるんであるならば、撮ってこようかなとは思いますけどね。なんか僕もここまで、ちょっとね、申し訳ないですけど、ちょっとムカッとしたんですね。もうこう毎回僕、まあ、鷲津さんもね、時間使ってこう、毎回このキャスクショと、この毎回スクショと、あと、こういうコメントを毎回書いて僕の方に LINE で送ってくれてるんですけど、これ時間使ってずっと毎日やってるんですよ。で、やっぱこれ言われると僕もショックだし、何のためにやってんだろうみたいな。そう。ちょっと僕も人間ですから、なんかその、まあ、見てる人はですね、わかんないんで、まあ一概に言えないですけど、僕は鷲津さんとお付き合いが2、3年、2年前ぐらいですかね。1年か2年前ぐらいからで。で、その時、鷲津さんとの出会いが、僕は1億稼ぐマスターマインドっていうのをやったんですけど、1年前か。で、やったんですけど、その時、福岡からわざわざ来ていただいて、で、そこでセールスを、心塾っていうのはセールスして入っていただいたんですけど、まあ、そこからのご縁で、で、その後、ドリームアカデミアっていう僕の塾にも入っていただいて、まあ、塾生さんなんですね。で、なんかその塾生さんを信用できなかったら誰信用すんねんって話じゃないですか、僕的には。僕的には塾生さん信用できなかったらどうすんのって話で、僕はまあ信用してます。ただ、まあこういう意見がね、出るのは知ってたんで、以前の動画で乗りツッコミしてましたけど、でも実際にこれいただくと、ちょっと僕もね、残念というかね、やってる意味がないなっていう。だからこういう人を僕は、ねじ伏せたいです。ちょっと言葉悪いですけど、もうねじ伏せたいです。だから僕は絶対こういう人が出てくるんで、僕はその他の人がこういうのやってるじゃないですか。でもそれは売って
って消えていくんですよね、売った後。いや、僕も販売する前から販売した後もずっと検証動画もうね、やるって決めたら僕やり続けますから。で、それでじゃあ10年、まあ、ブックメーカーが10年後あるかわかんないですけど、僕10年間やりますよって話です。それぐらい僕、全然やりますんで。じゃあ10年毎日これ検証動画撮ったとするしますよね。それバカですよね。嘘つく、バカじゃないかなっていう。まあ僕バカなんですけど、まあでもそれぐらいの勢いで僕はやろうと思ってます。まああとは鷲津さんがどこまでできるかっていう。まあ鷲津さんもサラリーマンで働いてる中、その動画、このスクショ撮って、LINE でメールくれるんですけど、そう、鷲津さんもこれ一本ではないですね。もう副業でこれやってるわけですから。まあ鷲津さんは以前、そのいろいろと僕の方で、ね、悪ツッコミしたら、まあやりますっていう、僕もずっと送りますみたいに言ってくれましたけど。まあでもこういう声が出てる以上、まあ、まだちょっと販売はできないかなと。ここの声を、まあ、潰していくまではずっと僕は検証していきたいですし、僕はね、信頼が下がるってここに書いてあるんですけど、信頼が、じゃあ何、1万回この動画を撮り続けて信頼下がりますかっていう。ていうか、騙そうと思って僕これやってるわけじゃないですからね。申し上げますけど、騙そうと思ってる人もっと楽に稼ぎたいでしょ。こんな毎日一日一日動画撮んないですよ。僕も忙しいですからね。で、売った後もずっとやりますから。ほとんどの人は売る時だけでしょ。売った後もずっとやりますんで大丈夫です。僕はなんでこれをやってるかっていうと、要はブックメーカーとか投資に関しては勝つか負けるかでしかないじゃないですか。なんでこれをやり始めたかっていうと、その鷲津さんが、いや、勝ってますよと。吉田さんもうめっちゃ調子よくてこれ勝ってるんです、負けないですっていう話だったんで、じゃあ分かりました、じゃあそれを、じゃあ検証からまず始めましょうと。だって勝つか負けるかでしかないんで、これは正直。じゃあその勝ってるか負けてるのかっていうのを一日一日本当に細かくというか、もう全部公開していくとっていう趣旨でやってます。ただ、まあ、どこまでね、まあ、ノウハウの部分、売ってるものもあるので、ノウハウの部分とかはね、言えない部分もあるかもしれないですけどね。それ言えないですけども、出せるところはね、全力で出して、僕も出そうかなと思ってます。1月1日から僕もやって、吉谷もやり始めたと。で、僕も勝てば、僕が勝ってるやつに全部出してって、それだったら文句ないでしょうっていう。だからこれはね、ちょっとね、僕もね、プチってきましたね。じゃあ自分がやってみろよっていう。 じゃあ自分がやればいいやんと。自分が毎日動画撮ってみと。 結構大変ですよこれ。3分でも結構大変です。要はこれ、まあ、このカスあのなんだビデオキャプチャーソフトで撮って、ちょっと、まあ、ほんの少しだけ編集して、で、出力してエンコードして、で、それに対して YouTube アップロードするっていう、これ毎日やってみてくださいと 言いたいんですけどね。まあ物申すって感じですね。まあでもこれは素直に受け入れて、多分こう、これを見ていただいてる方、こう思ってる方いらっしゃると思いますので、まあこれは本当にね、いい意見かなと、いい意見いただいたなと。だこれに対して僕たちができることっていうのを、まあ、やっていきたいなと思ってます。ただ、この意見を潰さない限り、ちょっと商品を販売できないですね。鷲津さん、どうでしょうか。修正して良い結果のみ紹介しているはずです。修正して良い結果のみ紹介しているはずです。信頼度は極端に下がりますので。修正して良い結果のみ紹介しているはずです。どうですか、鷲津さん。言われてますよ。いいんですか、このままで。鷲津さん、ここに来て、来ましたよ、ついに。でも、僕は思ったんですけど、結局、反応していただいてるってことなんですね。まあ、僕は結局、その教えてることっていうのは、まあ、情報を発信して、興味を持ってもらうってことなんですよ。僕がブックメーカーやってるわけじゃないので、まあ、僕は紹介、アフィリエイトですね、これって。まあ、ジョイントでやってますけど、アフィリエイト紹介して、他人の商品を紹介すると。
いうことなんですけど、じゃあその商品を紹介するにあたって僕がやることっていうのはこういう情報を発信して興味を持ってもらうという僕の役目は、このお問い合わせが来たってことは僕の役目はできてるんじゃないかなと、興味を持っていただいたんじゃないかなと思います。まああとはまあ鷲津さんのちょっと見解を、明日の見解ちょっと楽しみです。鷲津さんもね、この動画ちょっと多分見てくれてると思うんで、鷲津さんの見解、どう来るのか、皆さん、ちょっと乞うご期待ですね。あとは、まあ、鷲津さんの決意をちょっと聞きたいですね。僕は本当に鷲津さんが、僕も動画毎回撮るのちょっと大変ですけども、まあ、鷲津さんもスクショ撮ったりとか、メール、LINE で送るの大変だと思うんですけど、まあ、送っていただく限り、僕は絶対死なない限りやりますんで、でまあ、この動画っていうのは、鷲津さんが送ってもらって成り立つもんなんで、鷲津さんがやるっていうことで、送っていただければ、僕はずっと死ぬまでやりますから。あと鷲津さんの決意、意気込み、そしてこれに対しての見解、ちょっといただきたいかなと思います。まあ、あとは僕はできることは、実際に鷲津さんにまあ直接12月ぐらいに会いに行って、まあいろいろインタビューするっていうコンテンツもお届け、作ってコンテンツをお届けしたりとか、あとはまあこれ以外の動画ですね。鷲津さんが実際にその取引やってるところの生ライブやってもいいですよね。YouTube ライブ最近やってるんで、YouTube ライブだと、なんだ、修正しようがないじゃないですか。ライブで修正してます。どうやって修正すんねんって話じゃないですか。だからライブ放送とかもいいかもしれないですね。ライブ中継良くないですか？ライブで修正しようがないじゃないですか。とか、なんかそういう情報をお届けしたいなと思ってます。あとは来年から僕も、なんだ、ブックメーカーですね、やっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、どん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 こういうご意見はですね、僕は拾ってきますので、まあなんだ、それは間違いだとか、もう何でもバンバンいただければなと思います。ということで、まあ、今回はですね、まあ、これずっとやってるんですけど、お客さんから来たのは、こういうメールが来たの初めてですね、お問い合わせというか。まあ、反応が出たということは、僕がやってる、よかったなと 思ってますけど、まあ、これからも頑張って、検証動画、他の人では絶対しない。売る前も売った後もずっとやり続ける。しかもほぼ毎日今動画撮ってアップしてますから、これは絶対他の人できないと思います。できないです。できないことをやります。だからこれ本当にね、もう投資に関しては勝つか負けるかでしかないんで、ここなんですよね、結局。勝ちましたよって言うとうさんくさく聞こえるし、じゃあどうすんのって話で。そう、だから一回鷲津さんに、こう勝ちすぎてるんで負けた方が良くないですかみたいな言ったら、負けましょうかみたいなね、やり取りしたんですけど、まあ本当に勝ちすぎてるんで、見てる人は、これ本当かなと、まあ本当だったらすごいけど、でも嘘だろうみたいな。いやでもこれが、なんだろうな、まあいいや。とりあえず鷲津さんの見解を待ちましょう。鷲津さん、この動画見てるとは思いますけれども、見解の方よろしくお願いいたします。でもこういう意見来たのはありがたいですね。ありがたいです。ありがとうございます。ただ僕も人間ですから、これ毎日動画撮ってて、マジかと、こう思ってんのと、じゃあ自分やってくれよって、 パスパスみたいな。 結構これ大変なんだけどなみたいな、ね、まあ僕が言い出したんですよ。僕が言い出したんですよ。じゃあ検証動画作りますよって僕が言い出したんで、あれですけど、結構ね、まあ、鷲津さんも大変だと思いますし、お互い様ということで。ということで、鷲津さんの意見、ちょっと、まあ、明日は多分取引できないと思うんで、今日27日なんでね、もう、鷲津さんの見解、明日待ちたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。